公演少女、本格的なプロモーション活動に突入、ミョンドンでストリートライブの開催も写真イコールキーウィメディアグル。公演少女、GWSN が今年下半期の正式デビューに先立ち、本格的なプロモーション活動に突入した。TV メディアグループからデビューする初のガールズグループである公演少女は、18日に公式 SNS アカウントを開設した。すべてのメンバーの公開を終え、25日に防弾少年団の DNA、BL、パックピンクのホイッスルをカバーした映像を公開した。加えて Facebook ライブを開き、ファンたちと初めて挨拶を交わした。メンバーのミヤ、ソソ、レナはそれぞれ日本語、中国語、英語でコミュニケーションし、国内だけでなく海外ファンたちからも反応を得た。公演少女は、6月30日午後7時にミョンドン、で路上公演を開く、と明らかにした。